ひなこいプレゼンツ、日向坂46松田好花の日向坂高校放送部。皆さんこんばんは、日向坂46松田好花です。日向坂高校放送部、通称このラジ、今週もよろしくお願いします。イエイ、36回目。ということで今夜はゲストでございます。日向坂46からひよたんにお越しいただきます。ひよたんはですね、でも同じ、まあ、2期生同期なんですけど、最年少でその当時入ってきたので、結構年齢も離れてるんですけど、なんか離れてるって感じないような存在のメンバーでございます。この後すぐ登場してもらいます。今週もどうぞよろしくお願いします。ひなこいプレゼンツ、日向坂46松田好花の日向坂高校放送部。この時間は日向坂46と全力で恋するスマホゲーム、ひなこいがお送りします。熊岸ひよりです。私は宝塚が大好きなのですが、私が一番大好きなごひいきさんは柚塚礼さんです。柚塚礼さんは本当に完璧な方で、もう大好きです。ひなこいプレゼンツ、日向坂46松田好花の日向坂高校放送部、浜岸ひよりでした。やっほっす。有楽町日本放送からお送りしてます、ひなこいプレゼンツ、日向坂46松田好花の日向坂高校放送部。改めまして皆さんこんばんは、日向坂46松田好花です。日向坂高校放送部、東京有楽町日本放送からお送りしてます。今日のスペシャルゲストはこちらの方です。皆さんこんばんは、日向坂46の浜岸ひよりです。よろしくお願いします。やったー。緊張してる？なんか緊張する。ちょっと感じた。会場一番に結構、いつものひよたんじゃないと。なんかこの空気が緊張しちゃう。そっか、でも私がさっきさ、一、うん、人の会の撮ってる時さ、うんうんうん、ちょっと待たせちゃったんだけど、うん、ずっと座って待ってくれてたじゃん。何を感じてた？大丈夫だった？なんかみんなすごいな、なんかすごいなって。本当？なんかすごいなまだかなって思われてないかなって思ったんだけど、やっぱすごいんだなみんなってすごい思った。本当？ありがとうね。まあそうだ、まず自己紹介を、はい、多分ね、はい、リスナーの皆さんには当たり前の情報になるかもしれないけど、うんうん、もしかしたら初めてね、これで今聞いてる人もいるかもしれないから、ね、か簡単に自己紹介をお願いします。はいはい、福岡県出身の19歳、日向坂46の浜岸ひよりです、うん、はい、はい、ありがとう。19歳か、でもそう、19歳、意外と加入したのが15歳。そうね、14歳で入ってすぐ、そう、15歳になったから、ね、そうだね、恐ろしいわ。10代なの。10代マウント取られた。そう、でも、うん、なんか10代に感じないようになった最近。嘘、めっちゃ急に大人化したくない？なんでだろう、言われるかも、うん、でもよく、うん、だからなんかちょっと最近老けちゃったのかなって思ってた。老けとかじゃなくて、うん、なんか大人に、なんていう、綺麗になるじゃないけど、なんかさ、服の系統とかさ、あ、確かに、髪色、うん、とか髪の長さとかいろいろ含めてさ、確かにガラッとこう加入当初から変わったやん。結構私の印象としては、うん、オーディションの時とか、うんうんうん、なんていうの、どちらかというとガーリーふわふわ系、確かにフリフリしたやつが着てた、フリフリしてたよね。そう、着てた。それはさ、なんか何がきっかけで変わったの？うん、でもなんか多分本当に服とかに興味なくて最初、うん、あんまりこれが着たいみたいなのが多分あんまりないから、うん、お母さんが買ってきた、なんかお母さんの趣味みたいな。あー、なるほどね。買ってきてくれたのを着てて、そうでも最近は、でもさ、うん、ウィズの、雑誌のウィズのモデルもさ、はい、やってるじゃん、はい、それもあってとかいうのあるの？そういうのをきっかけに、お洋服も。でもそうだね、ウィズさんさせての専属になってから、うん、もっともっと洋服が好きになったっていうのはありますね。そうなんだ、はい、やっぱりじゃあそういうきっかけがあったんやな。はい、なるほどね。ありました。ひよたんが急に大人化した理由が
分かったところで、よかった。たくさんねひよたんが出るってなって、うん、はい、メールも届いてるので、うんうん、読みたいと思います。はい、お願いします。はい、ラジオネームシュイさんからです。松田さん、浜岸さん、こんばんは。浜岸さん、舞台オッドタクシー出演おめでとうございます。ありがとうございます。自分のこと以上に嬉しいです。実際に舞台のお話が来た時どのような気持ちだったか教えてほしいです。これ私もすっごい気になって、そうだよね、うん、でも本当になんか結構アニメを見てたから、うん、そう、えと思って、うん、それを舞台っていうのはまず意味がわからないっていうか、確かにね、まあ、想像できないじゃん、うん、できない。だからそう想像できないし、まさか自分がね鍵を握る、うん、キーとなるような、うん、その人物ができるっていうのがすごい嬉しくて、うん、うん、ちょっとまだ全然実感は湧いてないんですけど、うんうんうん、すごい心配だなと思うんですけど、うん、はい、まあ日向坂としてのさ、うんうん、活動もあるわけや。そうだね、7月ちょうどねとか W 欅フェスとかもさ、うんうん、結構近いわけやんか。確かにするから、そうね、大変だと思うけどさ、はい、本当に頑張って、ね、でもさまあ確かに頑張る、うん、うん、めっちゃでもすごい私も、うん、でもこれ一回伝えたんだけど、うんうん、そのオートタクシー私も見て、うん、そうだよね、でその後映画もあるって知って、うんうんうん、映画も見に行って、うん、たまたまこうブログにさ、うん、オートタクシー見に行きましたみたいな書いてて、うん、書いてた。でもあれね、後からそのファンの人に、うん、この時もうこのちゃんは匂わせしてたんだみたいな風に言われたんですけど、うん、そう言われたの、言われたんだけど、うん、私ひよたんが出るって全く知らなくて、そうだったんだ、うん、そうだから、そうだったんだ、そう逆になんか後から恥ずかしくなっちゃって、そんなさ、ね、メンバーが出るさ、うん、作品のことブログでさ、なんかなんていうの感想を書いたり匂わせ確かにみたいになっちゃってたんだと思ったんだけど、いやびっくり。でもさ、ひよたもあのブログ読んでたからさ、うんうんうん、なんかまだその時自分がオットタクシーに出るっていうのを知ってたけど、そのキャスティングされてる人を知らなかったから、うん、あ、はいはいはい、もしかしてこのちゃん出るのかなとか思ってたんだよねそのブログ見てこのちゃんと一緒に出るのかなとか思って、うんうんうん、だからたまたまってことにすごいびっくりした、うん、そう、たまたまだったのびっくり、すっごいびっくりして、うん、ひよたんがオットタクシー、あのオットタクシーの舞台みたいな感じになって、ね、嬉しい。なんか私も結構そのなかなかさ、うん、知ってる作品が舞台化するっていうのはないからさ、うんうん、経験上、そうだよね、うん、だからすごい舞台化ってだけでも嬉しいのに、 そこにメンバーが出るってなったから、うん、すっごい楽しみ。嬉しい。絶対見に行くから。やだやだ、見に行かないで。なんで？恥ずかしい。なんでよ。なんか恥ずかしい。絶対意地でも見に行くよ。やだやだやだ。恥ずかしいので来ないでください。でさ、そのアイドル役ってかなんていうの、うんうん。あ、そうだね。うん。だから、そう。それもまた違った姿のひよたんが見れるし、ね、だって舞台もさ、はい、これまでグループでやったやつだけだよね。だからもうほぼ初って言っていいぐらいだよね、うんうんうん、本当に。だからね、すごい心配です。うん、でもひよたんなら大丈夫。大丈夫かな、うん、私がこんなこと言っていいのかわからないけど、でもひよたんだったらめっちゃなんかすごいの見せてくれそうだなって思ってます。頑張ります。楽しみ、本当に。信じられないな。だって舞台やりたいって言ってたよね。いや、そう、やってみたかったんだけど、うん、やってみたかったんだけど、うん、いざ決まると、うん、ちょっと怖いんだよねそうだね、そう、本当に決まっちゃうとびっくりしちゃうもんね。そう、でもそうやって発信してたからこそ決まったっていうのもあるよ、きっと。言霊だよ。そうだよね、本当によかった。頑張ります。うん、頑張って。はい、はい、はい、では続きまして、はい、ラジオネームゴンスケさんからです。このちゃん、ひよたん、ヤホス。ひよたん曰く、このちゃんが日向坂で一番クレイジーだそうですがこのちゃんのやばい初出しエピソードありますかって。これ結構あって、なんだろう、うん、そんなやばいかな。でもえ、でもね、なんていうの、このちゃんって多分本当にクレイジーなんだと思うよ。嘘。なんかね、もうずっとこのちゃんをね撮っときたい。あの、特にリハーサルさ、ちょっとリハ期間ってすごい、まあ、なんだろう、一日中やるじゃん。やるね。の後半、うん、らへんのこのちゃん、一日撮っときたい。本当に、エピソードとかじゃない、これ、こういうのがやばいっていう明確なやばさはなくて、うん、なんかもう、
どうしたのってなんかもう大丈夫っていう心配になっちゃうこっちが。なんか動きも発言もやばいし、なんかちょっとお酒飲んでるのかなってたまに思っちゃうぐらい、どうしちゃったんだろう。しかもいきなりさ、そういう風になっちゃう時ってあるじゃん。だからこっちゃんって一番クレイジーなんだろうなって思う。そうなのかな。結構そのガナ推しのブルーレイかの座談会で京子さんと私とひよたんになって、でその時になんか京子さんとひよたんからなんかやばいメンバーみたいな風に言われて、そこから割とこのちゃんは本当にやばいみたいなファンの人にも言われるようになっちゃって、なんか自覚がね、そうないところもやばいんだと思う。そっか。そう、いやでもひよたんもやばいと思うよ私は。え、でもこのちゃんほどじゃないと思う。そっか。そう、え、そっか。確かに。でもリハーサルの時は、なんか楽しくなっちゃって。確かに。しかもそのひよたんが多分やばいと思った瞬間、うん、なんか結構さ、フォーメーションドレミとか、キツネとか、なんかハッピー系の曲じゃん。確かに。カン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 ってテンションだから、テンション上がる系のね。そのリハーサル続きで、多分、しかもひよたんゲラやんか、だからなんかちょっとでもなんか言うとひよたんが笑ってくれるから笑っちゃう。私もなんかふざけちゃうのかもしれない。それはあるよきっと。いやそうだよ。見てほしい。なんかコナちゃんって絶対なんか真面目ですごい気さくで、なんていうの、キャピキャピしてる、そして頭のいいイメージって絶対あるじゃん。それも本当にそうなんだけど、なんかギャップがすごいの、このちゃん。メンバー一ギャップがあるから、ちょっとクレイジーと思っちゃうのかも。あー、そっか。うん。まあ、裏表があるってことだよね。でも、いい裏表だね。うん、え、本当？そっか。まあ、らしいです。でも、そんなこのちゃんが好きです、私は。あ、ありがとう。急に唐突に褒められた。はい。はい。ラジオネームザコムチさんからです。はい、浜岸さんは最新シングル、僕なんかの収録曲で小坂さん、金村さんともうこんなに好きになれないのを歌われていますが、はい、最初にその3人で歌うと知った時はどう思われましたか、はい、裏話などあればお聞きしたいです。そうですね、でもこれ何だったっけ、ユニット祭り、そう、春のユニット祭りで、ファンの人の投票でその好きなユニットができるみたいな、それでそう投票が多くて2002年組ユニットができたんだけど、本当に嬉しいよね。うん。なんか、ナオミクは結構さ、ナオミクっていうセットだったからさ。確かに、シースルーとかの曲、アルバムでもね、歌ってたもんね。そう、だから、なんか、そこに仲間入りできて、すごい嬉しいって思った。そう、楽しい。でもね、なんか、3人でこうやってリハーサルしてる時とかもね、なんかね、ちょっと楽しいの、なんか。あ、ほんと？そう、2期生だけの。覗いてみたい。ちょっとね、楽しいんだよ、なんか。2期生だけ、2期生の時とはまた違う。全然違う、なんか。どういう感じ？え、ちょっと、ミクが、なんかね、仕切ってんの。金村が仕切ってんの、ね。仕切ってんの。なるほど。確かに、なんか2期生の時は、美穂とかが結構、そうね。仕切るというか、鈴鹿とか。とか、なんか面白いことをしてくれるのが大体さ、決まってるじゃん。そうね、美穂とかさ。でも、ミクなんだよね。ミクずっとふざけてるよ、結構。そうなんや。いるところで結構人変わるタイプだ。じゃあ金村、そう、でもそれがめっちゃ面白くて、ずっと笑ってる。めっちゃ気になるわ、その金村。そう、金村がブイブイ言わせてる2002年組っていうことなんですね。そうなんですよ。でもこれも結構さ、歌聞かせるタイプやんか、そうだね、だ確かに。もともとさ、しかもマイクスタンドでやってたよね。そう、でもね、なんか今回からはね、なんかね、マイクスタンドなくなったっぽい。なんでかなくなった、なくなったんで、そう、ユニット祭りではそう、あったんですけど、ちょっと振りも変わって、スタンドもなくなっちゃって、でもなんか、逆に振り付けとかも分かりやすくなったから、なんかいいのかなって思いました。いいね、はい。しかもさ、また一回、そのスタンドマイクでやってるからさ、機会があったらさ、ライブで、そう、この時はスタンドマイクバージョンとか。やりたい、スタンドマイクで。そうだよね。そう、スタンドマイクの曲ってないじゃん。ない。そう、だから、スタンドマイクでやりたいんだよね、本当は。うん、私もスタンドマイクで見たい。でもね、なくなっちゃったんだよね。あ、そっか、まあ、いつでもスタンドマイクも、じゃあ準備できると思うからやってほしいし、やりたい、ライブとかでね。いいなー、はい、私はひよたんのさ、火星が気持ちいい、ね、それさ、絶対バカにしてるんだよ。してない、してない、みんな言うもん。みんなさ、言ってた、いいっ
って言ってんじゃん。いや本当に音のさ抜けっていうの本当にあそこが大好きなの私。でも好きな曲が歌えるって本当にいいよね。嬉しい。結構与えられて、うんうん、なんていうの、自分たちでさ曲選べないからさ。そうだね、それがやっぱり好きな曲っていうのはめっちゃ嬉しいです。嬉しいよね、はい、いいわ。続きましてラジオネームピオさんからです。はい、このちゃんひよたんやほす。このちゃんとひよたんの2人だけって結構珍しいイメージがあるけど、2人の共通点などあったりするんですか。うん、これはねでも共通点バレエじゃない。あ確かにバレエだ。バレエ共通点です ね。クラシックバレエさ、うん、をまあ2人ともやってて、はい、ひよたんでもいつからやってたんだっけ。ひよたん3歳からやってたの。一緒だ。ここも共通点でした。一緒だわ。え、なんで始めたの。私はお姉ちゃんが、うん、三つ上のお姉ちゃんがいるんだけど、うんうん、先にこう始めて、うん、でなんか多分私ちっちゃかったからまだ、うん、お母さんが多分私を連れてってて、うんうん、でなんか、この間もやろうみたいなことやったらしくて。待って、めっちゃ同じ。同じ、うん、え、すごい。絶対同じだ。え、ひよたもじゃあお姉ちゃん。そう、見に行ってて、うんうん、なんかさ、かわいいじゃん、レオタードって。かわいい。それが来たくて、ひよたもやるって言って、うん。なんか真似しがちじゃん、やっぱお姉ちゃんの。そうね、うんうんうん。そう、だから、本当に何も考えずにやってた、うん、3歳とか。めっちゃ一緒だわ。そうだよね、やっぱり。で、気づいたら結構もう夢中になってるとか、そういうタイプだったもんね。そう。あ、同じだ。すごい。そこはめっちゃ共通点だもん、はい、でもバレエもさ、うん、まあでも2人でバレエ踊ったりとかはしてないからあんまり印象ないのかな。そうだね、でもなんかうまそうって思う。いや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 、うまそうってめっちゃ思う。食べ物みたいに言わないよ。うまそう、うまそう。うまそうって思う。思う。いやでも私は逆にひよたんがすっごいうまそうって思ってたよ。全然だってコンクールとかもさすごい出てたし、うん、さひよたんコンクール懐かしい、やっぱりそこはね。なんかいつか、まあでも踊りたいって言うと結構大変だけど、まあね、なんかその結構さ日向坂にいるやん、うんうん、ナッチョさんだったりとか、そうね、クミさんもだもんね。バレエやってたし。確かに。なんかバレエちょっとしなやかな、やりたい、ダンスが入ったユニット組、やりたい、バレエユニット組みたいね、うん、やりたいよね。なんか4話の白鳥やりたくない。え、やりたい、やりたい、やりたい。その4話の白鳥っていうのは白鳥の湖っていうのがあるんだね。でその中で4話の白鳥がこう揃って手をつなぎながら踊るっていう、息ぴったりでね。そうね、あれやりたい、ぴったりのやつがあるから、あれちょっといつかやりたいよね、うん、やりたい。なんかクラシックバレエ系のね、なんかじゃあよろしくお願いします、お願いします言霊を願って。確かに。はい、ラジオネーム石尾さんからです。あと3ヶ月したら20歳の浜岸さん、はい、20歳までの残りの時間にやっておきたいことは何かありますか。また松田さん的には20歳までにやっておくべきアドバイスがあったらぜひ教えてください。そっか、なんかどう今のところ20歳うまく迎えられそう、うん、でも決めてることがあって、20歳になったら一人称自分のことひよたんっていうのやめようって思って、はいはいはい、えー、嘘。いやなんかさそろそろさ、うんうん、よくないかなって思っちゃって。私はいいと思うけどね、どうなんだろう。だってみーぱんさんとかもさ、うん、みーぱんって、え、でも可愛いもんね。え、ひよたんも可愛いよ。いやなんかでもさ、うん、ひよたんは多分ここ20歳ぐらいでも20歳ぐらいで、うん、ひよたんっていう自分の呼び方を直しとかないと多分、うん、40歳50歳ってなっても多分自分のことひよたんって呼んじゃうの。だからさすがにちょっとそれはまずいなって思って、うんうん、あーそっか、そこは現実的に考えてたんだ。だから、節目である、でもアイドルの間はいいんじゃない、うん、誰かな、いいのかな。私的には、うん、私の意見としては、うん、すごいいいと思うし、うんうん、やっぱり喋るときにさ、まあラジオとかでもなんだけど、うん、私はって言ったら誰が喋ってんのって結構思っちゃうことがあるから、うん、逆にひよたんはっていう話す癖がついてたら、ね、多分いちいち名乗らなくても、あ、今ひよたんが喋ってるんだってわかるから、まあ、結構いいと思う。いいのかな、でもさ、どうなんだろう、でもファンの人、うん、まあでも、うん、どうなんだろう。なんかテンションが上がって、そうだよね、そうだよね、みたいな。うん、とか、自分より目上の人、はいはいはい、あ、そうですよね、みたいな。めちゃくちゃテンションが上がっちゃった時に、ひよたんもそう思いますって言っちゃった時が、超恥ずかしいの、なんか。かわいいってなるけどね。やっぱ一応そういう時は私っていうようにしてるからさ、不意に出ちゃった時が、なんか、ごめんなさいってなっちゃうから、なんか、直した方がいいよなって思って。なるほどね。そう。うわぁ、どうなんだろう。まあ結局はまあでもひよたんが決めるのが一番だよね。そうですね。
頑張ってちょっと私っていうようにしなきゃなって思います、うんうん、確かに私って強制した時期あったわ。あった、うん、なんて呼んでたの自分のこと。このかって言ってた。えそうなの、うん、このかもみたいな。そうこのかって言ってて、怖いでも小学生かなの時はこのかって言ってたんやけど、うんうん、多分中学に上がるからって思って、なんか結構さ作文とかでさ、うんうんうん、私は何々で、うんうん、みたいな発表するじゃん、うん、だからそういう機会があるからこのかって言っちゃいけないのかなみたいな、うん、ふうに思い始めて、私って強制して、偉すぎる。それは私になった。でもなんか一時期わしとか入ってた、うん、わしちょっと12秒混じってわしやだ、ちょっとわしやだわし時代あった。嘘、そう、中学生で自分のことわしって呼んでたの。呼んだ。ちょっとやだちょっとやだ言わなかった、よかったそう、そういう時代があったの。でもひよたんはひよたんで、まあそういう転換期かもしれないしね、二十歳が。そうだね、なんか頑張ってひよたん。そっか、うわ、でも心にそれは結構考えてたんだね、普段から。そう、考えちゃう。じゃあ二十歳になってからのひよたんに注目して、はい、一人称に注目して、注目していただけると思います。はい、はい、ということで、ここである方からメッセージが届いています、うん、はい。ちなみに日本放送の飯田アナってわかりますか？うん、ちょっとすいません、私の勉強不足で。いや、ちょっと全然っていう私もあれですけどそうですよね、はい、はい、ということで、まあ誰かからコメントが届いているので聞いてみましょう。はい、ひなこいプレゼンツ日向坂46松田かなかの日向坂高校放送部をお聞きの皆様、そして松田好花さん、そしてそしてゲストの浜岸ひよりさん、どうも南海キャンディーズの山里亮太です。いや、なんでもね、浜岸さんは宝塚ファンということで、私も成り立てですけども、同じ塚歌としてコメントを送らせてくださいませ。なんでもね、浜岸さんはごひいきさんが柚塚霊様ということで、私は先日村の方に、あ、村では宝塚のですね、大劇場見えてきまして、巡礼の年、最高でした。柚塚さんかっこよすぎましたよ。浜岸さんも見た？まだ見てない？見てほしい。むちゃくちゃが始まって1秒でもうかっこよです。6月4日ぐらいからね。いやー、あれはね、見てほしいな。あと音クリスさんが最高でした。もうとくりちゃんがむちゃくちゃなんだよ。いや、ぜひね、松田ちゃんも来てほしいのよ、このクイズっす。待ってるからね。もちろん浜岸ちゃんも待ってるよ。せっかくだからさ、練習しとこう一回。いきましょう、ここでクイズっす。先日私が宝塚大劇場で見た花組公演巡礼の年でグッと来た瞬間は一体どこでしょう。さあ、まあショーとね、二段構えですんでね、ショーの方です実は。さあ、ということで正解言ってみますよ。分かったかな。じゃあ正解は、大階段から南舞人さんが2番手羽をつけて降りてきたところでした。何もわからない、もう。マイティさんが2番手。こんなにぴったりな言葉ないと思うんですけども、お邪魔しました。いや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 、以上、南海キャンディーズの山里亮太でございました。ヤッホッスー、嬉しい。ヤッホッスー、ありがとうございます。塚歌なんだって。初めて。そっか、初めて知った、うん、めっちゃもうひよたんがさ、今日一ってくらいすんごいはしゃいで、もう共感の嵐だった。今すごい。そう、え、もう行ったんだ花組。マイティさんがやっぱ2番手の羽を背負えたのがすごい。やっぱ絶対それひよたん、やっぱ見に行かないとな。2番手の羽っていうのはなんかさ、春の翼。あ、そうの、そういう羽があるんだけど、がやっぱトップさんは一番もうでっかい。あ、大きいんだ、トップの方で。2番手さんも、うん、まあ大きいんだけど、そう、なんか決まってんだよね。すごい、そういうのがあるんだね。そう、面白い、なんか奥深そうで、感動するよ。そうなんだ、2番手。うわ、行きたいな。ひよたんの宝塚愛が溢れた瞬間でございました。ということで、はい、本日のゲストは日向坂46の浜岸ひよりさんでした。ありがとうございました。日
ひなこいプレゼンツ、日向坂46松田好花の日向坂高校放送部。この時間は、日向坂46と全力で恋するスマホゲーム、ひなこいがお送りしました。さて、エンディングになります。まあ、ひよたんを初めてお迎えしたんですけれども、ひよたんのあの、ずかおたな部分が垣間見れてね、最後の方にはしゃいでるひよたんが見れてすごい良かったなと思いますし、たくさん気になることもね、舞台の話だったりいろいろ聞けたのでよかったです。また遊びに来てほしいなと思います。ということで、今週もそうだ、ツイッターでのご参加もありがとうございました。ツイッターのハッシュタグはハッシュタグ日向坂高校放送部でお願いします。メールはこのかアットマーク 1242.com まで。読まれた方全員に番組オリジナルステッカー、ヤホーステッカーをプレゼント中です。ご希望の方はお名前、住所、連絡先、貼る場所を書いてください。放送終了後はここでしか聞けない放課後アフタートークをゲームアプリひなこいにて期間限定で配信します。ここでしか聞けない内容なのでぜひチェックしてください。ということで、ここまでの相手は日向坂46松田好花でした。ヤホース。